小松原道太郎は日本陸軍の軍人。最終階級は陸軍中将。神奈川県出身。海軍工渉技師、小松原五郎の長男として生まれる。東京陸軍地方幼年学校、中央幼年学校を経て、1905年11月陸軍士官学校を卒業。翌年6月、不評少尉に任官し不評第34連隊付となる。 1909年から翌年にかけてロシア語研究のため、ロシアに派遣。参謀本部付、勤務、人道の戦い出生を経て、1915年12月、陸軍大学校を卒業した。不評第34連隊中隊長、参謀本部付勤務、参謀本部員、参謀本部付、ロシア大使館付武官補佐官、参謀本部員、陸大専攻学生、 陸大教官、ソ連大使館付部官、参謀本部付、不評第57連隊長、関東軍司令部付などを歴任し、1934年8月、陸軍少将に進級。参謀本部付、不評第8旅団長、この不評第1旅団長、第2独立守備隊司令官などを経て、1937年11月、陸軍中将となった。 1938年7月7日、第23師団長に、親保され、ハイラルに駐屯。外蒙古兵700名が不法一挙してきたので、師団の一部と満州軍で撃滅すると打電し、野門藩事件のきっかけとなった。第23師団は、壊滅的な打撃を受けた。戦後に、小松原は、犠牲者の多さに責任を感じ不詳兵や、 遺族の対応に心を尽くす一方で、第23師団捜作隊を指揮した、井沖き一中佐に自殺を強要した。1939年11月に、関東軍司令部付けさらに参謀本,本部付けを経て、1940年1月に、予備役に編入された。胃がんを患らっていることが判明し、東京帝大病院から、陸軍軍医学校に定員され10月に病死した。 2011年12月、黒宮博明インディアナ大教授は、日本とロシアの公文書などをもとに、小松原がソ連のハニートラップに引っかかり、ソ連の対日情報工作に協力するスパイだった、可能性が大きいと発表した。ハルビン特務機関長時代には、多くの機密情報がソ連側に漏えいした形跡があるという。なお、同様の説は、 以前からロシアの研究者などが唱えていた。ありがとうございます。